このニューズウィークのなぜ日本の賃金は何十年も上がらないのかと、はい、でこれを読むとですね、はい、なぜ上がらないのかはよくわかるんだよ、はい、読んだら、はい、じゃあどうすればいいのかっていうのがないんだけど、はい、あ、はい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 、どうすればいいのこれ。まあいろいろね、話すと長いですけどね、その消費拡大が足りないとかね、はい、価格を引き仕入れ価格を引き下げるという3つの方法しかないのでそれをやらないとかね、はい、いろいろ書いてあってですね、はい、そうなのかなと、うん、でこのグラフなんかも出てると確かにさ、はい、平均賃金も日本だけですよ上がってないの、はい、むしろ下がってんだよ、うん、アメリカドイツスウェーデンとかフランスとかみんな上がってんだよ、韓国だ、はい、に抜かれてるわけでしょ、うん、はい、平均賃金では、はい、でじゃあどうすりゃいいのと、はい、これがねよくわかんないんだよね、あ、うん、どうすりゃいいの一つはグローバル化したっていう前提が日本はあんまりなくて、海外で売らなきゃいけないとかそういうふうにまず基本的に思ってなくて、日本国内でやろうとしてたんで、あのまあ車とかは外行きましたけど、外行った企業はまだできてるんですね。まだいいんだよな、はい、であの携帯とかも日本国内で売ろうとしたから売れなかった、世界で売れなかったんですよ。日本のマーケットが1億あるからそこそこだと思ってたんで、韓国みたいに最初から世界で売るしか生き延びれないって思ってるところは海外で販売するっていう方向をやったわけで、テレビもそうですよね、日本でいいもの作ってたら世界で売れると思ってたやり方を、昭和のやり方を平成もずっとやっちゃったんで、世界でテレビが売れなくて、そうですね、あの日本国内のホテルでも僕最近、うん、テレビがサムソンなのを見つけましたよ。あすごい悲しいんですよ、うん、日本国内のホテルに、海外はもう全部サムソンか LG になっちゃってるんですよね、うん、ホテルのテレビなんですよ、うん、日本の国内でもついに来たかと。そうだね、もうテレビじゃないんですよ、だから全部取られた世界、そう世界で売るっていう前提で、うん、そういうのもやってないっていう。だから、うん、なんかハリボテの教育してるんですよね、英語、うん、英会話入れたりとかはしてるんですけど、うん、もう国際的に外で売るしかないっていう、うん、まあ、外人も入ってくるし、うん、日本人も外に行くっていう前提で、うん、全部その海外のビジネスモデルを日本に入れたりとかしていかないと戦えない。同じやり方だったら日本人は優秀だと僕は思ってるんですけど、うん、日本だけ規制がきつくて戦えない状況にマインド的にもなってるし、あの規制の上でもなってるっていうあれじゃないですかね、はい、日本は世界の先進国の中で一番大企業を甘やかしているというんですけどね、まあそれもそうかもしれないですね、うん、はい、中小企業もそうです、うん、中小企業も甘やかしてるし、まあまあね、大企業も甘やかしてると思います、はい、でも中小企業はもう大企業に虐げられてんじゃないのこれ。まあ虐げられてる、下請けで、下請けとかはそうかもしれないですね、うんうん、はい、それでその根本的なもう一つはその IT 化に遅れちゃったと、はい、日本が、はい、そのIT 化、デジタル化とグローバル化が進んだ時代に遅れちゃったと、はい、でも実際遅れてるわけですよね。そうです。でこれ今から取り返せんの、これ取り返す方法はあるのまあやるしかないっていうのはそうですね、やるしかない、やるしかないで、うん、半導体は、うん、もうあの日本は勝負かけてて、うん、実はあの九州で TSMC 呼んでくるじゃないですか、うん、で車載用の半導体でなんとか部品と機械ではやる、最終的な工場は無理ですよ、うん、TSMC に絶対かなわないんで、うん、もう10年以上追いつかないですから、うん、全然。だから追いつかないの、それは絶対追いつかないですね。そうか、はい、うん、だって日本政府が TSMC に半分出して400億かな、うん、やるわけですよ。そうですね、400億突っ込むってことは、うん、400億利益を出して、うん、その金を突っ込まなきゃいけないわけですよ、うん、だから800億出てるわけでしょ、うん、TSMC もお金を出すわけですから、だから、日本企業で、うん、そんな利益上げてる会社が今ないんですよ、うん、半導体作っていこうと思って、で日本企業、まあ、日本企業で出すなら政府も出すと思うんですけど、うん、それを今できるところがまずないので、うん、ますます差がつくっていうことですよね、うん、だから日本人がそこ TSMC 働いて、誰かがその技術をパクって、うん、日本の企業に持っていくということができたとしてもまだかかるっていう、うん、状況になってしまいましたね。だからもうとにかく平成30年間日本は
世界で戦うっていうことを大企業も全然ほとんどやらなかったっていうのが、うん、で唯一やった自動車だけは良かったんですけど、うん、今度電気自動車になるんで、うん、もう全く勝てるところが今度なくなるというところを、うん、そんな政治家も官僚も危機意識持ってそんなやってこなかったっていうのがあれですよね、うん、まあ人も優秀な人間が流動するっていうのは、まあ、先週言いましたけど、クビにならないから、うん、そうね、クビにするってことはできないから、うん、優秀な人間が移動、うん、本当は移動したい人もいっぱいいるはずなんですよ、うん、こんな会社ボロだから辞めたいなと、例えば、三菱銀行にいると、まあ、東京三菱にいると、で優秀ブランドはあるから残っとこうかなと思うだけなんですよ、うん、なぜかというと自分が働いた能力あるけれども、うん、能力ある人間が高い給料で移動できる労働マーケットを作ってくれないんですよ、うん、クビになる、なりやすいわけじゃないから、うん、給料が絶対下がるっていう前提になっちゃうんで、うん、アメリカみたいに次の会社に行ったら給料上がるっていう労働マーケットができてないので、うん、そこもやっぱり問題だと思うんですけどね。だからこれ、はい、いやなるほどと思うんだけど、じゃあどうすればいいのか、できるのかっていうのが、はい、分かんないから、はい、非常に悩ましいんだよな、この特集もな、はい、うん、なるほど、そんな状態なのかということはよく分かりますけど、はい、じゃあそれを変えられるのかどうかね、はい、日本があと、まあ、どうすれば変えられるのか、日本人としては、うん、多分リスク取るっていうのをやらないと、うん、無理だと思います、投資をしないっていう、うん、だから日本人が日本の企業にの株を買わない、うん、投資をしないっていう時点で、うん、やっぱりリスク取ってないじゃないですか、うん、経営者もリスク取ってないですし、うんうん、やっぱこのある程度の人間がリスク取ってやって称賛されるっていう社会にならなきゃいけないんですけど、うん、日本ってリスク取って金持ちになったら叩かれるっていう、そうか、ホリエモンとか徹底的に潰されましたからね、うん、まあそうね、うん、まあ確かに生意気だったっていうのも分かるかもしれないですけど、生意気は、ね、別にいいんだけどな、はい、生意気なんかはな、だからそうね、ホリエモン一人が、まあ、めちゃくちゃ叩かれたんですけど、あんな世界のね、イーロン・マスクとか、うん、スティーブ・ジョブズとか、まあね、あんな生意気さで言えば半端ないですよ、うんうん、まあ、でもやっぱそう言われるのも、うん、やっぱ称賛する人も多いから、うん、やっぱ勝ってきたわけで、やっぱ成功する人間を称賛するような国になっていかないと、うん、そうだね、まあ、基本的に足引っ張るっていうアジア的 な、うん、まあ、なのかな、悪いところが日本の中にもありますよね、うんうんうん、リスク取らないのが一番まずいと思います、うん、はい、あとちっちゃい話では、文春がやってるんですけど、河野太郎さんが今自民党の広報本部長じゃない、はい、で何やってるかっていうとですね、はい、自由民主っていう自由民主党の機関紙があるんですけどね、はい、これの電子版を作ってですね、はいはいはい、一生懸命やってるらしいんだけど、紙の機関紙の記事をそのまま転載していただくんだけど、河野氏が本部長につくや紙の締め切りに関係なくどんどん電子版に先行記事を出せと、はい、で昨年12月時点で電子版の登録者数は自由民主の、はい、何件だと思うこれ28件って言うんだよで河野氏は会見で数千パーセント増と目標を掲げ先出しなどで読者獲得に必死だが現状はまだ50件そこそこで2倍もいかないと、はいはい、ピンボケですね。ベテラン議員は機関紙作成にかかる党職員から自民党は新聞を売る会社じゃない、選挙に勝って政権を取り日本を良くするための政党です、なのに河野氏は部数増と電子版の成功しか頭にないようなんですと嘆き節を聞いたと、はい、河野氏より党職員の方がよほど政治の役割を分かっているって言うんだけどね、はい、電子版5200円だよ。しかし電子版で28件っていうのを考えられないね、これ ね、 そ、 ねそれが50件そこに少し伸びた、まあ、自民党の電子版って多分面白くないだろうなって思いますよね。自由民主は全然面白くないもん、はいはい、で時々見ますけど、そうです、ね、だから広報部長だからしょうがない、うん、まあしょうがないっちゃしょうがないっていう感じですよね、うん、はい、まあわかりません、これから増えていくかもしれません。いや5000円取っちゃまずいっすよっていう感じしますよね払わないだろまずは、はい、そうだな、はい、こんなのだってね、朝日新聞
とか、まあ、月ですけどね、うん、あれでもまあ苦労してるわけですから。そうだよね、はい、あと先週もやってたけど週刊文春が日経 の、 あの編集局長のですね、パワハラ問題やってるんですけどね、はい、とか今日経あのその社員がどんどん辞めてんだね、はい、昨年1年間の胃がん退職者数53人、さらに驚くべきは内訳で20代が24人30代が18人、つまり胃がん退職者の実に8割が20代30代の若手社員なのだと、はい、うん、まあ、別にこれ編集局長のパワハラのせいだけではないとは思いますけどね、うん、はい、うん、井口さんって言うんですけど、井口は相手が年次を重ねたグループ長やデスククラスであっても何々ちゃんと仕事してよ、ちゃんと仕事してよと頭ごなしに叱りつける。編集局長4年目に入るその専横ぶりをプーチンになぞられる声もありますと言うんですけどね、うん、日経は信頼度高いんだけど、はい、中はこんなことになってんだっていうのは、うん、面白いなと、はい、あとちょっとあの高田明さんが亡くなって、はい、あのまあ、あれこれ取り上げてます。あの、うん、どこだっけな、文春でね、はい、映画スターとして一時代を築いたとこう書いてあるんだけど、うん、そうなのかなと。あ、別に高田さんが、はい、あの、うん、ダメだっていうわけではないんですけど、はい、高田さんが出た映画って言えば、はい、ゴジラしか思い浮かばないんだよ、ね、最初にデビューした、はいはいはい、はっきり言って、はい、もちろんそのなんていうかあの舞台俳優とかね、はい、そういうので活躍したし、あの、うん、なんていうかあの俳優としてちゃんとした人だと思いますけど、うん、映画スターとして一時代を築いたことはないんじゃないかなと僕は思いましたね、はい、だってゴジラしか思い込まないもん、はい、そんなところですかね、すいません、はい、高田さんをあの貶める意味で言ってるんじゃないんですよ、はいはい。